こうやってやりたいんだよ、こうやってね。つなげても大丈夫。でもこれ最後がちょっとわからない。これどうすればいいんだろう。最後これどうする？うん、別に左右対称だもん、変わんないよね。え、下2つ使える？形変わっちゃわない？そうすると。さすがに形は変えちゃダメなような気がするんだけど、どうなんだろうね。いいのかな、形変えて。え、それだったらこのさ、こっち、これ、この向きこうしないでしょ。全部同じ向きにするでしょ。向き厳守にさせないとさ、この形にしてる意味なくない？これめっちゃむずいね、これ。でもさ、もう解けるはずなんだよね、私。もう解き方わかってるからさ。解けるはずなんだけども、真ん中黒いのこれどうするんだろうね。白と黒分かれてないよね。これなんだろう、この、これってね。え？え？何これ？絶対こんなん分かれないじゃん。何これ、これ、これ。何これ、え？何これ、これ、これ。分かれないよ、この、あ、待って、そうだよ。こっち移動しない、こっち移動することによってなんか変わるかもしれないんだ、これ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 。あん？これでなんか変わった？あ、なんかここにある。これいいのかな？あれ違う。あれ？あ、これ通らなきゃいかんだっけか。あれ？これなんだっけ？あれ？あれこれの、え、これ、そこを通らなきゃいけないとかじゃなかったっけ？これって。お？あれ？これ？あれ？このさ、ここを通るとか、ここを通らないとかだった気がするんだけどさ。あ、じゃあ、こうか？あ、できた。でも、未だにちょっとよくわかってないんだよ、これね。実はね。これできたから何なんだっていう感じも若干あるけどね。へぇー。おー。おー。ここ、これなんだ、これ。よっ。これを変えることで何が変わる？あ、上、上なんかある。ん？これまだわからんかな。あ、こっちにもあるね。よく見たら。わー！なんだこれ。おー、おー、おー、おーい。他行こうかな。ちょっと、まだ知識が足りない気がする。ねえ。ちょっと他先行こうか。まだ、まだわからない気がする。もっともっと。何これ、なんでこっち、向こう行けないんだ。向こうからも来れるなるんだ、この後。なるほどね。他行こう、他。まだ今、今じゃわからん。私のレベルが足りない。この辺全部やったじゃんね。この辺はもう全部やったもんで、あ、一番最初に戻ってきた！一番最初のさ、めっちゃ難しい、でっかいやつ、とこ？一番最初にあったやつ。あそこ、解けるかどうか。今のこの私、レベルアップしたこの私がね、この、中ボス、解けるかどうかやってみよっか。くるーっと行って、こうやってやって、こうして、こうして、ああ難しいめっちゃ難しいこれ。こことここは、あ、ま、ここは一番最後にはいけないもんで、先に行かなきゃいけないじゃんね。よいしょ。こうして、ここも、こういう風に書く感じじゃんね。で、こここうやって行くじゃんね。で、ここで、とりあえず、やっといて、でそうすると、あそこの黒が、白と必ずくっついちゃうから、これは違うね。ここじゃないってことか、つまりは。でこっから行って、一回、やっといて、で、白を、この黒をとりあえず、あ、ダメだ、これじゃん。この黒をね、隔離したいんだけども、この白がそもそもダメだな。あ、でもこれしかないか、相方。
こう行って、あ、これで隔離して、で、こっち回っていって、これじゃダメだね。これじゃ隔離できないもんで、ん？こっち回っ、ん？こっち、こう行って一回白を隔離した後に、白隔離して、白をか、で、黒を隔離する。嘘！あ、通ってない、ここ。待って、消えないで、私の。最初にこっち行ってみる？で、隔離しといて、で、右下ゴールにするか、じゃあ。で、隔離して、お、隔離して、あ、すんなり。スタート地点が分かるとすんなりいくね。いや、開いた。一番最初来れなかったところが開いた。そして若い私、これほら見て、これほら若いライズアップ。おー、あれー、ジャキーン。あ、またこれ、これってさっき見たやつかな、これさっき見たやつかな、これさっき見たやつかな、さっき地下にあったやつね、これ。だから、まあ、この形を覚えときゃいいかな。メガネぐるーんっていう形を覚えておけば解けるんだ。やばくないこのゲームってことは、今までもそういうところがたくさんあるってことだよね。普通にやっても解けないけども、他のところを解くことによって解き方が分かるところが他にもたくさんあるってことだよね。あそこか、あそこじゃんね。行こう、つながってきたね。パズルが一個一個のやつがね、つながってきましたね。素晴らしい。さあ、ここでメガネを作ることによって何ができるのか。さあで、これで、ここから、あれ？スタート地、こう？あれ？あ、これじゃなかった？思ったのとスタート地点違うんだけどさ、こっちか。あれ？あ、形違う。私の形、作ってるやつが違う。どんな形だっけ？あれ？メガネ作るんだよね。あ、こうだ。フィーン！誰？なんか終わったっぽい、なんか。トムとジェリーみたい。待って、怖い。なんか変わった、それで。それなんか変わったのかい？あ、なんか増えた。ギュ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 ってなってる。マジで。マジで言ってる。カット。あ、こっちからも言える。え、こっちから見るの関係あるのかな、これ。え、これ、え、ってことは、これ、あとさ、これ4つあるってこと？あと5個あるってこと？これ。おぉ。ここまで行ってなかった時の話とかない？え、巻き戻ってる。ん？なんか少しずつこれ元戻ってんだけどさ。よく見たらこれって、あ、え？いや、見なきゃかんのかな、じゃあ。喋ってる間にちょっとこれやろっか。
これ溶けるかもしんないからワンちゃんね。あ、なんかすごいお風呂の中いるみたいになってる今。なんかゆっくりになってない気のせい。これいけないよね。こっちのこのマークも意味わかんないんだよね。まだわかんないかな。めっちゃ長いもんこれ。ほら、待ちますかね。ちょっとしょうがない、ちょっと待とう。あと少し開発者のちょっといいとこ見てみたい。さあ、これ何にもなかったらどうしようかな。ワンチャンスの可能性もあるんだよね、何にもない可能性ね。そしたらどうしようかな。このやつとか関係あんのかな、どっかで。さあ終わるぞ。さあ爆破落ち来る。爆破落ちか。おー、悪いの。そこからこっちの方がチュピーン。無駄な時間を過ごしてしまった。え、マジで言ってんの。ちょっと待って、もう少しだけ周り見て回っていい？うん、ちょっとさすがにおっさんで終わんのはね、私的にね、不完全燃焼だもんって。もうちょっとね、新たな発見をね、私の中でしていきたい。なんかどっかまだ行ってないとこあると思うもんで、どっかあるかな？あると思うけどな。これが絶対なんか関係してんのは絶対あるんだよね。まあ何かはわからんけども。これにも絶対まだ解けないもんね。同じような感じのものがあると思うから。とりあえずボートでじゃあちょっとどっか行ってみよっか。よいしょ。ボート。これはさ、必要これ。必要ないか。待って待って。これ、このマーク。このマーク。このマークの、そしてこのマークの謎とかがわかる。これチュートリアルの場所があるんだ。ほー。じゃあこのマークの謎行きたいよね、これね。よいしょ。これこの謎、このチュートリアルやっときたい気がする、多分ね。え、行こう行こう。結構言うて結構いろいろ行ってきたね、こう見ると。ここは行ってないんだ、意外にね。え、いや、すごいゲームだなこれ。対策だね本当に。